八幡大師山岳協会副会長工藤勲が開会のご挨拶を申し上げます。ただいまから八幡大師山岳協会発足10周年創立32周年記念祝賀会を開催いたします。1月も下旬になりまして、非常にこうなんとやったくこう春の日差しが感じられる今日この頃でございます。そしてまたいよいよもって、希望郷岩手国体も1月の27日から、開幕しまして、スケート競技等で非常に県勢が大活躍をしております。これは本大会まで向けてみんなでこれ盛り上がって盛り上げていければなと思います。来月からはこの八幡大師でもいよいよスキー競技が始まります。みんなで応援していきたいなと思います。岩手山とか八幡大、そしてまた安比高原、これらの山々の自然を愛していこうと、その一環として清掃登山とか山小屋の管理、さらには先ほど出れましたが市民と皆さんと一緒に岩手山に登る、これももう40数回になります。一番多いところには520名の方々が参加していただいた時期もあります。そしてまたこの遠征登山、これもですね、第1回の愛知県登山から県内の山、東北の山、そして北海道の山と、さらには先ほど映像がありましたが、いよいよもって今は南アルプスまで遠征するという、全国にたくさんの皆さんと登っております。幸い八幡大師の山岳協会に今日お集まりの皆さんを含めまして、多くの市民の皆様とこの10周年を一つの節目としまして、これからまた20周年、そしてまたこのふるさとの山と一緒に楽しい登山を続けて、そしてまた協会の一つの大きな目標になっております市民のいろんな面でのいわゆる地域振興といいますか、本日は本当にありがとうございます。で、育み守っていこう、そういう活動をいただいているということで、本当に心から感謝申し上げたいというふうに思っております。この素晴らしい自然を守っていくための、我々自治体もそうなんですけども、国も県も持っているわけですので、これを今後とも十分に生かすような活動をこれからもしていかなければならない。山岳協会さんのこれからますますの発展、そしてまた会員のやはりこう増強というんですか、たくさんの皆さんに会員になっていただいて、地域ぐるみでこの素晴らしい自然を守っていく、こういう運動をしていっていただくように改めてお願いをし、おめでとうございました。皆さん、どこかで見覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんが、これですね、今年の7月に9月にですね、山頂にチャレンジした、和紙の湯の樽酒でございます。今年ですね、山頂の方調、それでは参ります。えいえいやはい、ご協力ありがとうございました。皆さん、お願いします。声高々にご唱和お願いいたします。乾杯。